はい、どうもはこんばんちは、ウエスタン木村です。ついにやってまいりました。第3弾ですね。ラグナロク、ネロ、もうね、1700天井まで、先進天井までね、300なので、ネロもしくはラグナルクが出た時点で終了となります。ラグナルクがね、2回以内に出ればね、本当にラッキーという感じなんですけども、どうなんでしょう。某先生みたいにならなければいいなという感じです。まあね、1天井はもうしてるのでいいとしましょう。では行きます。ドンと。さあどうだ、ミッドウェイやってきて、やってきただけ。さあこれで金は3つ、昇格はなし、昇格はありませんでした。さあこれで優勝ガチャはおしまいです。続いてでは無償ガチャ、あと20連。どうだ、来ない、来ないですね。さあやっぱり甘かったですね、甘かった。さあ先進天井ですね、今回30連目ですね。怖いぞー、なかなか来ないぞさあ金3つ、昇格はなさそう。あ、昇格ありましたね。天才は来そうにない。さあミッドへやってきてくれますか。ドンとミッドへやってきて、やってきただけ。さあおっと、虹がやってきた、2つやってきました。これは期待が持てる、お願いします。素晴らしい成果があれですね。聖夜を笑い、人の欲で満たすとしよう。はい、ありがとうございます。ネロちゃん来ました。さあ続いてはどうだ。父よ、愛の女神たちにはくれぐれも気をつけるがよい。今宵は信仰の傲慢が語る聖夜、奴らはこの祭祀を己の本能で塗りつぶすことを願うであろう。はい、おっと、あ、違った天文人でしたね。あー、びっくりしたこっちをね、先に見てましたね。右側ですね、左をね見てなかったですね。はい、これでネロが来ましたので、先進天井も終わり。どこだ、ここですね。ラグナロクさん、いらっしゃいませ。いらっしゃい。敗者に許しはない、ただ償い続けるだけだ。チェーンソーが今日面白い。はい、ありがとうございました。いやー、よかった。限定がね、6体、1天井で終わりました。ありがとうございます。これで安心して年が越せそうです。ではですね、終わろうと思うんですけども、最後にね、ちょっと、お知らせがあります。みなしごのね、仕事の、ガチャですね、課金してのガチャはこれにて最後にさせてもらいます。まあ理由としてはですね、まあいろいろあるんですけども、5ヶ月間、一生懸命、やってはきたんですけども、強くなった実感が全く湧かないっていうのがね、最大の、問題で、理由ですね。なので、課金はしないと思います。多分ね、DMM ポイントが貯まればね、その分で課金はするかもしれないですけども、
まあ、気が変わったりとかもねするかもしれないですけども、今回で、課金をしてまでのガチャは終わりとなります。またね、デイリーのねガチャとかそういうのがありましたら、そういうのはやっていきたいと思いますし、舞踏会とかですね、そういったも攻略っていうかクリアしましたよ動画は引き続きね出させていただきますので、まあ、そちらの方もご覧になっていただければなと思います。とりあえずねひとまず、一区切りということで終わりたいなと思います。最後までね、動画をご覧になっていただき誠にありがとうございます。またね、どっかの動画でお会いいたしましょう。ではラサバ隊。最後までご覧いただき誠にありがとうございます。ご意見ご感想などありましたらコメント欄にお願いいたします。動画の評価チャンネル登録していただけると大変嬉しいです。またどっかの動画でお会いいたしましょう。ではラサバ隊。